リーズ、ね、冗談回しがりで、倒す KO パターンっていうのをちょっとやってみます。ではどんな感じかっていうと、冗談回しがりいきなりね、いきなりパツーンって蹴っても入らないので、まずパンチを餌にします、ね、パンチ、まあ、パンチじゃなくてもパンチを打ってるような感覚でトン、ね、でその時に、まあ、こっちの手は、まあ、下げてもいいですね。トン、でこっから大体普通だとこっからエイシャーってやっちゃうんで足が見えやすいんですけど、ね、トン、こっからパン、タン、パンの感覚でパン、え、トン、タン、タン、タン、え、この感覚でクダーンっていくと、このパンチに反応してくれて蹴りが、ね、こっから足が見えづらくなるので、ね、タダーンっていくと入りやすくなります。では実際に人間相手にやってみますね。このパンチをそっと、ちょうどこの辺ですね、まあ顔だと反則になっちゃうので、ね、まあ本当だったら顔の高さに行ってね、バーンって行った方がね、目隠しになるんで入りやすいと思いますけどもね、直進空手のルールだと顔とだ、もし当たっちゃうとも反則になっちゃうんで、まあもうちょい下ですね、ここですね、ちょうど胸元のあたりにトンで、パンパン、反応させてパンですね、反応させてパンですね、反応させてパンですね、まあ、こんな感じになりますね。で、まあ、これは当てても、まあ、当たった方がいいかもしれないですけど、当たんなくてもこれに反応させて、で目隠しにしてあげれば、ね、足が見えづらくなるので非常に入りやすい感覚になります。それでは角度を変えていってみますね。さあ、こう構えててパッパッですね、これに反応させて、その時ちょっとパッステップ、パンね、パン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 ね、これに反応させてパンね、こんな感じになります。まあ実際ね、まあ真正面、ここね、自分サウスポーなんですけど、真正面からトーンってパンパンって蹴るのは非常にやっぱり当てるの難しいですね。ね、まあもっと当てやすくする感覚だと、瞬間的に打つときにパン、ちょっとこっち、ちょっとこっちですね、ずれてパンっていくと、もう正面から、ね、もう足を本当に足ただほんと上げるだけで、ね、パンパン、ね、ね、これ当てやすくなります、ね、ヒューパンパン、ね、こう斜めですね、斜めにパン、ね、パンパン、ね、ね、このちょっと斜めにずれてあげると非常に当たりやすくなると思います、ね、まあ皆さんもちょっと、まあ、正面からだと本当にかなりハードルが高くなると思うんで、ずれるだけで角度的にも相手からの目線的にもですね、より入りやすくなると思うので、ちょっと練習して試してみてください。